みんな腹は減っていないか？これがあれば武器を作れそうだ。一休みしないか？こういうことでもあるの？超えなさい。
スダの手際だな。蝶のように舞い蜂のようにといったところ、マウンドやれるぞ。行け砕けろ。治癒術はあといかほど使えるか。炎の剣は無事か？濡れたくらいじゃ問題ないわよ。相手も術を使うか。決めて、アイブン。これで終わりだ。その調子で続けなさい。行くよ。ああ、言いたいことでもあるの？もう敵はいないようだな。あいつなんか雰囲気。本気で行くよ。楽にはいかなそうだな。ここまでだ。行けるぞ。
私が絡めとろう。があると思うわ。もう見誤った。この匂いは牧場の奴らが育ったな。
見て、シオン恒例の衣装審査だ。これがスルドの服。さすがとしか言いようがないわ。質の良さが一目でわかる。シオンにそこまで言わせるとは。指輪の数もすごいな。かつてのもらい物でね、安物だとは言っていたが。安物っていくらくらいなんだ。10万だったか20万だったか。10万って、俺の狼が10ガルトだから1000匹分。1万匹だよ。ディオハリモを売ったら豪邸が立つんじゃね。ひとまず食べ物に困ることはなさそうね。君たちは盗賊団か何かなのか。うん、見た目も味もバッチリだ。リメル、ちょっと話そう。最近フルルの飛ぶ訓練をしてないみたいだけど、いいのか。うん、キサラについてって魚を取ったり自分で調整してるみたいだから平気かなって。フルルなりに手伝っているつもりなのかもしれないな。そうかも。いつの間にかフルルもみんなのこと仲間だって思うようになったみたい。リンウェルもそれでいいと思ってるんだな。うん、フルルがいてみんながいて、それが当たり前って感じ。それぞれ補い合いながらお互い大切に思っている。ある意味家族みたいなものかもしれないな。家族か。じゃあさ、アルフェンがお父さんかな。そんなに老けてるか。え、不満？じゃあお兄ちゃん、シオンがお姉ちゃんでキサラがお母さん。なら父親はティオハリムか。ティオハリムはお父さんって感じじゃないんだよね。おじいちゃんかな。枯れてるし時々説教臭いし。あとローは、弟はフルルがいるし、お父さんのわけないし、難しいな。あ、飼い犬？犬？犬は家族に入るのか？もちろん、フクロウだって家族になれるんだよ。でも、そう考えると今の状態って楽しいね。補助体だけどな。そこがいいんだよ。これ以上、危ないことなんかしないで、このままみんなでただ旅を続けられたらいいのに。リンウェル？あ、なんでもない。やっぱり私フルルの訓練に行ってくるね。フルル、何かあったら呼んでね。ちょっと寝たい。
これがあれば武器を作れそうだ。感じるぞ、古代の波動を。私は感じない。張り合うなって。
今のは高ぶったな。水中に何かいるぞ。この一品、重心の位置が絶妙だな。